ニホノブルボンです。注目の一番人気3番ニホノブルボン、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。2番人気2番アグネスタキオ、1番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。指導します。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝2000レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。注目のニホノブルボン、十分に勝利を狙えますよ。人気と実力を兼ね備えたアグネスタキオン、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ニホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はニホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はセーンスカイ、1馬身差9番、さらにそのうちからは AM オペラ王、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはニホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはセーンスカイ、1馬身差9番、4番手 AM オペラ王、そして外目を突き出しては10番、外でアグネスタキオン、少し後ろから1番、その外並んで17番、その後ろから15番、さらには6番、そしてその外を回って18番、内には13番、さらに内8番、外7番、1馬身離れて16番、内の方から12番、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手はニホノブルボン、続いてセーンスカイ、少し後ろから9番、その後ろ10番、セイエモオペラ王、続いているアグネスタキオン、並んでくる2馬身3馬身開いて1番、17番、続いているタガネク18番、そしてその内から行ったのは6番、内をついて15番、そして外目を突き出しては13番、内を回ります。8番、外目をついて16番、その内並んで7番、後ろ12番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まると、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから備えることができるのか。中山の作戦は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。全出力アップ、ニホノブルボン発進。追いすがるアグネスタキオン、ニホノブルボン速い速い、もはや独走状態、残り200、ニホノブルボン突き放す、逃げるニホノブルボン、リードを開いていくニホノブルボン、ニホノブルボン強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。ニホノブルボン見事に完勝、レジェンドレースを制しました。2着はアグネスタキオン、3着はペイエムオペラ王。全機能確認、オールクリア、完璧な勝利です。